クラリネット競争曲一丁帳 K622 は、ボルフガング・アマデウス・モーツァルトが1791年に作曲したクラリネットと還元楽のための競争曲である。K622 第一学章冒頭部モーツァルトが競争曲のジャンルで残した最後の作品であり、クラリネットのための唯一の競争曲。実質符は消失しているが、モーツァルトによる作品目録への書き込みから、 1791年9月28日から11月15日の間に親しい友人でフリーメイソンの一員でもあったアントン・シュタードラーのために作曲されたことがわかっている。シュタードラーは当時ウィーン宮廷楽団に仕えていたクラリネットとバセットホルンの名手でこの曲とクラリネット50奏曲位丁長計581は彼に刺激されてモーツァルトが筆を取ったのであった。 なお、カール・マリア・フォン・ウェーバーや、ヨハネス・ブラームスのクラリネット作品も、同様に特定の奏者に触発されて作曲されている。この作品の第一楽章は、1787年に、同じく、シュタードラーのために作曲されたとされる、ジーカン・バセット・ホルンのための競争曲に手直しを加えたもので、ある。上記の9月から11月の間に全体を、イチ調に移し、 ファゴットを加えて1楽章の編曲を終え、2、3楽章を新たに書き加えて1つの競争曲として完成させたものと考えられる。バセットホルンの独創パートだけは完全に仕上がっていた計6 2 1ビットの走行と現行のクラリネット競争曲を比べると構成が完全に一致するなど、ほぼ内容は変わらず、普通のクラリネットより5度低い音域を持つ。 バセットホルンのための楽譜をクラリネットの音域内に移すために生じた違いが若干あるに過ぎない。例えばオーボイがほぼ均一な音色を持つのに対し、クラリネットは手、中、高それぞれの音域に応じて音色が変わり、表現に幅と奥行きを持たせることができる点に魅力がある。当時まだ新山の楽器であったクラリネットのこうした特性をモーツァルトはすでによく捉えており、 特に最低音近くの音域を十分に鳴り響かせ、高音域との対照効果を巧みに引き出している。この面においては、ウェーバーをはじめロマン派の作曲家たちの宣言をつけたとも言われる。独創パートは輝かしい名義で好きなく、装われているが、音楽の実質を担っているのは、クラリネットばかりではない。ソロとコンチルタントに対応しつつ、オーケストラも、 作品全体の芸術的構築に同等の責任を負っているし、独創クラリネットが時に伴奏に回っている。クラリネットを主役にした作品、クラリネット五重奏曲とこちらの曲が二つとも、より一般的な変度感でなく、いかんで、異常調をとっているのは、モーツァルトによる発意であると思われる。異常調は、トタンチョウと単調とともに、モーツァルトの音楽の資質にしっくりと漂う。 調整であり、程よい活気をはらんだ、健やかな感動的気分が、いつも漂っているが、こちらの曲にはそうした情緒が最晩年の創作を貫く、静かに澄み切った響きの中に見事に溶け込ませてあり、気類なく美しい。バセットホルン、バセットクラリネット、クラリネットスタードラーが用いていた楽器は、通常のエカンクラリネットではなく、さらに4つの低音を追加して、 バセットホルンと同じ音域を実現したベースクラーネット、今日ではバセットクラリネットと呼ばれている楽器であった。この楽器は楽器製造者で演奏家でもあったテオドール・ロッツに依頼して作らせたものである。そのため一部の低音部で現在の楽器では演奏できない箇所がある。現行の楽譜は1801年にブライトコップフーンとヘルテルにより出版された際、 通常の栄冠クラリネットで演奏できるような煮物化によって編曲されたものである。実際、原稿版では、主に低音域から高音域に駆け上る部分で、低音が出せるバセットクラリネットでなければ、音楽的に不自然なフレーズが出てくる。現在では、当時の編曲譜などをもとに、数種類の復元版が作成されている。さらに、1991年に復元された。 シュタードラーのバセットクラリネットを演奏に用いる試みもある。クラリネット独奏。フルートに、ファゴットに、フォルにバイオリン2部、ビオラ、バス全三楽章を構成。演奏時間は約30分。作曲家別名曲解説ライブラリー13、モーツァルト一音楽のと者より、本作作曲直前の走行と考えて番号が付けられたが、 実質譜の鑑定結果からこの番号は疑問視されている。作曲・家別名曲解説ライブラリー13、モーツァルト1音楽の友者より出版譜について触れた当時のフレー付きの書評が1967年に発見されている。作曲・家別名曲解説ライブラリー13、モーツァルト1音楽の友者より、ありがとうございます。